1対1というゲームでしたが、この相模原ホームではどうなるでしょうか。審判団を先頭に両チームの選手がピッチに入ってきました。2023明治安田生命 J3 リーグの第29節です。 FC 相模原対ギラバンツ北九州、今キックオフ、ゲームがスタートしました。北九州は村松からのロングボールです。今度は長野の右足はファーサイド、頭で折り返しましたが、キーパー押さえてこぼれ球、押し込んでいきましたが、不審のフラッグが上がりました。オフサイドです。スローをご覧いただきます。まずファーサイド村松が頭で折り返してこぼれ球です。前川が中に入れて、3バックの中央、水口は落ち着いて対応して、東ジョンがロングボール、これも高く上がりまして、もしかすると風の影響を受けているかもしれません。岡田です。岡田です。ドリブルで仕掛けて中に送って、平山左足、そして野瀬流星のシュート、ギラバンツ北九州先制。決めたのは野瀬流星、見事に決めていきました。野瀬流星、ここは野瀬流星が決めていきました。20位のギラバンツ北九州が先制して、国広から右のスペースにボールが出ます。そこに牧山、中に2枚、リュークからスルーして安藤のシュートですが、ゴールです。追いつきました SC 相模原、1対1。いませんでしたが、触ったボールがゴールラインを越えました。ここでゴールラインを越えて、うまく味方につないで、井野からもう一度平山、左足でミドルを狙っていこうというところでしたが、これはカットされています。うまくつないだ相模原、安藤からデュークカロルス、カウンターにあります。デューク運んで安藤へ、安藤が右足振っていきました。見事に決めました相模原、逆転。見事なゴールでした。本村がクリアしますが、ここで笛が鳴りました。 J3 リーグの第29節の中でも非常に重要なゲームとなりました。